クラブハウス、今のクラブハウスが、筋トレのトレーニングルームがあるんですけども、それもなんか、僕前以前行った時はもっと狭かったんですけども、それもなんか募金、で、講演会のね、有志たちの方の募金で拡張されるお金がちょっとそこに当てられたということで、やっぱ皆さんと共にこう作り上げてきた、アルベックス新潟というチームは皆さんと本当に、作り上げてきたクラブだなって改めて感じます。僕は好きですね。っていうのも、本当にサッカーに、集中できる環境ですし、いい意味でもう周りにはもう何もなくてですね、もうグラウンドと、そしてトレーニング場と、で、アカデミーのね、グラウンドもたくさんある中で、本当にサッカーに集中できる環境ですし、で、アカデミーの子たちもね、トップの選手を、のグラウンドの横でできるということで、いつかね、僕もあそこのピッチやりたいっていう憧れの、人たち、選手たちがそばにいるっていうことで、目標がこう、実際自分の目で見れるってことは非常に大事だと思いますので、そういった環境も含めて素晴らしい、クラブハウスだと思います。